法というのはですね、地元の問題なんですね。ですから地元の皆さんの意思で進めるというのは大前提です。合わせて飯尾氏は、被災した自治体に復興事業に向けた強い権限を与える災害復興特区制度といった構想も検討したいという考えを示しました。国連